はい、どうも、秋友です。今私はどこにいるかと言いますと、今回はですね、四国をツーリングしております。で、今いるところはですね、香川県の、志筆山ですかね。志筆山という、山のですね、展望台を今行ってきたんですけれども、瀬戸内海をですね、一望できてとても素晴らしいところでした。で、その半島みたいなところをずっとぐるっとしてたらですね、ご覧いただけますでしょうか。浦島太郎さんゆかりの地のところにちょっとたどり着きまして、ここからですね、マップを検索してたんですけど、瀬戸大橋ですね、の道の駅までがちょうどいい距離じゃんね、いい距離なんじゃないかなと思いまして、ここから、スタートして、行こうかなというところで今動画を回し始めました。でもここすごく静かな、いいところですよね。はい。でですね、この浦島太郎さんの、ゆかりの地からですね、だいたい40キロぐらいだと思いますんで、一つのツーリングとしてはいいぐらいの距離で、瀬戸大橋の下まで、気持ちよく走っていければなと思っています。それでは早速スタートしまーす。はい、では浦島太郎さんを後にしまーす。いやー、びっくりしましたね。はーい、スタートしまーす。はい、ではですね、今回はですね、今、香川県の志筆山というところを、走ってたんですけれども、で、今、ぐるっと回ってたらですね、最初にも言った通り、浦島太郎という名前がちょっと見えたんで、ちょっと止まってみたらですね、結構ゆかりのあるところだったので、ちょっとそこで止まって、そこからちょっとスタートしてみたんですけれども、いやー、でもびっくりしましたね。あんまり調べてこなかったんで、ちょっと何かなというところで止まっちゃいましたけどね。いやー、意外なところにありますね。で、ここの周りの周遊といいますか、周りの道もですね、こんな感じで、結構いい道でですね、スイスイ走れてたので、いつの間にか一周してたような感じでしたね。はい、ではまずですね、このちょっと半島のですね、外側を、左側をですね、瀬戸内海見ながら、メイン通りの21号だったかな。まで、とりあえず出たいなと思います。いやー、でもここもすごくいい景色ですね。ほとんど、交通量ないんで、楽しく走れるところですね。さあ、案内板出てきましたね。丸亀、そうですね、丸亀の方に向かっていけばいいはずなので、ここが左でいいはずですね。ああ、ちょっと道間違えましたね。いやー、神戸行きのフェリーの、さあ、丸亀の案内板が出てきましたね。じゃあここをですね、左に入ろうかと思います。いやー、至る所にうどんの看板があるんで、ちょっと気になっちゃいますね。まだちょっと起きるには早い時間なんですけど、入ってもまあ大丈夫な時間っちゃ時間ですね。なんかあれすごいですね、行けるのかな、フェアリーパーク美濃。これすごいですね。ちょっとそこ覗いてみますかね。わあ、すごいですね、これ。まあ、どういった場所なのかは後で調べて、何かに入れたいなとは思うんですけど、すごいですね。
はい、では引き続き進んでいきたいと思います。はい、今ですね、さっき見たあの神社からちょっと行ったところなんですけど、道をですね、ちょっとあの左にそれる、まあ、21号を、使いたかったんで、あの左にそれたんですけど、したらなんかいいあの自販機というか、ちょっとルートを検索するにはちょうどいい場所が来たんで、あー、来ましたね。はい、こうすごく電車もありますし、すごくいい景色があるんで、ちょっとここを収めておこうかなと思いまして、今、ちょっと止まってみました。で、瀬戸大橋もですね、もうちょっと、あと20キロぐらい行ったら着くと思うんで、あの、ここからですね、あともう少し頑張っていこうかなと思います。いやー、すごくいい景色ですね、ここ。はい、ではですね、この休憩場所スタートします。いやー、電車との距離すごく近いですよね。で、あっちにはあの瀬戸内海の島々の景色とか、あ、この先登るんでもしかしたら見えるかもしれないですね。いやー、おすごいな。気持ちいいですね、海からの風が。あ、ちょっとだけあれ多分瀬戸大橋だと思うんですけど、見えてきましたね。金倉川かな。おお、すごいですね、やっぱあのドックが。いやー、大きな橋ですね。いいですね。丸亀城っていうのがあっちにあるんですね。ちょっと調べては来てないんですけど。あー、出てきましたね、道の駅瀬戸内。これか。ちょっとですね、急に看板が出てきたんで、遠目からだと、こっちからだとあんまり瀬戸大橋が見えないですね。さあ、道の駅瀬戸大橋記念公園まであと3キロですね。この右側も大きな公園のようですね。いやー、ちょっとですね、普通の一般道っぽいところを少し走ってたので、ちょっと退屈気味だったんですけど、左入ってからはこれすごいですね。これそうですね。あー、すごいですね、これ瀬戸大橋はですね、オートバイでも車でも渡ったことはないかな。自分の記憶の中ではないので、まあ、いつか島並とか広島とかですね、あっちの方に行った時に機会があれば、渡ってみたいかなと思いますね。岡山とかですね。はい。いやー、でっか。さあ、道の駅はここ？ここ左？はい、じゃあ左に入って道の駅に入っていきます。なんか道の駅すごそうですよね。わー、こっちもすごいですね。いやー、やっぱ柱がすごいですね。で、あれが瀬戸大橋ですね。いやー、ド迫力ですね。